DW レッスンの鈴木です。堀田です。ダウトーク。この番組は DW レッスンの講師陣2人が DW、DTM や音楽制作に関するテーマについて紹介していくポッドキャスト番組です。DW レッスンはオンライン、出張形式でのマンツーマンの DTM レッスンから動画レッスンなどで皆様の音楽制作をサポートするサービスです。YouTube にも毎週様々な動画をアップしておりますので、ぜひチェックお願いします。はい。はい、ということでですね。はいはい。最近なんか妙に熱くないっすか そうですね。これ取ってるのは二十七なんですけど。六月。2> 2<日>まだ三、ね、日,日前ぐらいでいきない同感って熱くなりましたよね。外に出た瞬間にこう体力ゲージが減っていくかのがわかるみたいな感じで。<ー>辛いなーって思ってるんですけど。わ、ね、かるよ、わかるよ。熱くなったなと思いますよ。ね。 <laughs> いうのまあ、うん、梅雨ってどこ行ったんだろうみたいな思いつつも本当になかったんじゃないっていうぐらいないですよねもう一日はないんですかいやいやいや,いやあるとはあるはずなんですけど本来は7月の6日ぐらいまでは確か、うん、あの梅雨だっていう話だったはずなんです、うん、あの気象庁とかの話によると確かうあうる覚えですよ都内の話ですとしてなんですけど気がつけばだって一日確か降ってなくないみたいな雨があんまり降った記憶はないですよね全然ないですねだから、うん、毎年僕レインブーツ買いたいっつってて ほうあの5月ぐらい4月ぐらいからそわそわし始めるんですけど今年こそはレインブーツレインブーツって言ってるんですけど毎年まあ今年も買ってないですが、うんうん、そうそもそも降ってねえじゃんってなってるんで今そうだねそうなんですよねだからなんか体感はかなり、うん、降ってるイメージじゃないですね、うん、はいまあそんなこともありつつ今回もお送りしていこうと思うんですけれども <laughs> はい、はい、はい前半の気になる新製品のところなんですがはい えマルチメディアのアイラウド MTMMark2 がもうリリースされたよというところで、はい、まあこれをちょっと今回取り上げてみようかなと思うわけなんでございますけれども、はい、気づいたら、うん、アイラウドシリーズすごい人気出てるよねみたいなところも含めてですかねまあでもこれ初発初手のやつからずいぶん騒がれてたイメージがあってのイメージです,けどです、ね、個人的にはこのサイズ感でこれだっていうマイクロモニターがあっての MTM でしたからね うん、で今だとプレッシションまであってというところですが、うん、ででくなっていったねねねどどんどんそ、ね、そううすすちょっと製品概要をちょっと読んでみまあ、軽く読んでみますと、はい、アイラウド m t m m II は初代アイラウド MTM のアイコニックなフォルムコンパクトな筐体はそのままにより効率的なドライバーと2倍の DSP 処理能力により あらゆるスペースで理想的なミキシングマスタリング環境を提供しますと 2>,、うん、2倍のサイズ価格のスピーカーに匹敵するコントロールされたローエンドとリニアな一層特性によりクリアで透明なサウンドを実現します、うん、で最新のアークルーム補正機能を内蔵しておりどのような空間でも簡単に音響的なパフォーマンスを改善することができますよと、うん、プラス20種類のトップスタジオモニターやさまざまなプレイバックシステムの再生環境をエミュレートすることもできると うん、何でもできちゃうそうですねまあ ARCDSP の音響補正ソフト機能が入ったスピーカーということですね、うん、これもちょっと前に出てねだいぶあのいろんなところではってなったんじゃないですかそうですねそうですねうん、うん、えもう m ック2出んのみたいなところも含めてねまあそうだよねうんなんかスピードがすごい速いですよね <laughs> そうですね <laughs> こんなこんなあれですか速く例にないことぐらいってことないですか いやね、あんまりそんなね詳しいわけじゃ僕もその何ていうですかリリーススピードとかっていうのはあれですけど、はい、それにしても早く出てくなっていうのが体感でありますよ、はい、そうですよねこの辺のなんかスピーカーとかね、うん、言うなれば、えー、息の長い製品じゃないですかと思っております <laughs> はいその中でこのペースは早いなぁとは思いますよ確かにうん,うんだからなんかびっくりしちゃうよね DSP がアップデートされて、はい、クロスオーバーフィルダータイムアライメント、はい、EQ ダイナミックスコントロールが良くなったよっていうのがパッと見た時に分かる m a ク2、うん、i の進化みたいな、うん、あとルーム補正機能ですね次世代のものになったよというところでまあ何て言うんでしょうねやっぱ個人的には今 DSP 補正のスピーカー使ってるっていうのもあるからなんですけれども、うん やっぱ一回使うと d s p いいよって声を大にしていたい。ね、ところではありますね。う,んうん、うん、最初がついてなついよね。うん。やっぱね、えとソフトウェアのものからこういうのスタートしてるじゃないですか。はいはい、アークだったりとか、ソナーワークスだったりとか。はい,はいはいはい。値段もちょっと安いし、好きなハードウェアと組み合。い、うん 組み合わせられるしっていうメリットはあると思うんですけど、うんうん、使い勝手的には決してよくはないじゃないですか。まあワンンワクッション挟むことになるんですからね、うん、あのスピーカーでモニターする時はいいけどヘッドホンの時にはオフにしなきゃいけないし、うん、書き出す時にはオフにしなきゃいけないしとかいろいろありますよねということを考えたり、まあ、レイテンシーの問題とかも当然付きまとうので、うん、まあハード側でやってしまった方がやっぱり いいよね,よねあ<れ>ただ繋がっとけば、うん、とりあえずいい感じにしてくれますみたいな感じうんで,すそうですね。というのをやっぱり感じるのですよ。うよねえー、ハードウェア基には3.5インチのウーファーが2、うんはい 2> でこれが 36Hz まで再生できるよっていう本当ですかって感じなんですけど、ね、36Hz ってそうすとっすよっていう気はしますよね。そうだねでツイイターが1インチと、まあ、この辺は 割とスタンダードな組み合わせかで前のモデルと一緒かなと思うんですけれども、うん、うんちっちゃいよね。と思いますけどね初代のやつから比べたらそれがでかくなったのは分かるんですがそれにしても大きいとは言い難い。そ,そうですね。<laughs> うん、3.5インチですからねやっぱり言うても、まあ、2個ついてるとはいえという。うんまあなんていうでしょう写真で見るよりはちょっと本体実機はでかいけれどもっていう感じですね。 体感 JBL ちょっと細長くしたような感じっていうテンションですかあのああと5インチのスピーカーぐらいっていう印象なんですけどねうんうん一般的なはい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 あとはまあここの辺のコンパクトなスピーカーの最近の一個のトレンドとしてはあのイマーシブとかうんとかでアトモスとかで使ってる方もどんどん多いよねっていううん導入の コストのこと考えててもっていうところもあるのかなんうん、うん、まあやっぱりさどうしてもさイマーシブやろうってなった時にこのセットでいくと、うん、11本の製品をうん、うん、例えば組,組もうとした時に、うん、結構いい金額になるからねというところありますからね,ねジェネとかで組もうとすると。 <laughs> いい金額どころじゃないと思いますけどね。そうだね。そう考えるとちょっとこのコスパは優れてるよねっていうところはやっぱりあるのかなと思いますね。うんうんうん、そうだね。まああとはこの補正キャリブレーションできるっていうのはやっぱりそれマルチスピーカー環境においてもやっぱりすごく重要だよねという。うんそうだね。うん。聞こます、ね、1> 1個1個やってらないよねってなるもんね。はい。ESP とかでガンって補正できた方が楽ちんだよね。 というのはありますかね、まあ、もちろん通常の2チャンネルのモニターとして使ってもいいしというところでこちら価格が1本あたり7万4800円ペアで、はい、14万8500円ですね、うんうん、でスピーカー2本とあと測定用マイクがペアだとついてくるということですね、はいうん、まあなんで単1本で買うっていうことはあんまりないと思うんですけれども買い足す以外ので、うんうん、なのでペアでまあマイクと一緒に使うとはい いいう感じななのかなと思いますねで、うん、アークの最近のこの測定ってどんな感じなんでしょうねちょっと久しくやってないので分かんないですけど結構ポイント数が多かった記憶があるんですよねアークって。うーん僕もしばらくご無沙汰ですな見てないな、うん、そこポイントでもねアップデートされていくうちにどんどん良くなってくるのかなみたいな気もせんではないんですけどうんそうですね、うん、まあこの辺のやっぱりさ あの難しいところはちゃんと測定できているのか測定結果が信頼できるのかみたいなところあるじゃないですか。で結構いろんなやつを試した中で若干こうなんて言うんでしょうセンチ三センチずれたところで結果はそんなに変わんねえなってなんとなくの個人的な感覚はあるんですけど <laughs> 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 でもセンター揃ってれば。 ねえっってていうとところも前提としてやっぱありますしだからあんまりそこまでセンシティブにならなくてもとは思いつつやっぱ気になるよねっていうところがここの辺のそうだねうん課題なのかなって個人的には思ってますけどね確かにあとはこのモニターシミュレートみたいのはいいよね X モニターっていう機能ですけれどもこういうのはちょっと便利そうだなみたいな。 だしなんかちょっとしたこの気分転換とかにもなったりしそうじゃないですか。<laughs> んな,うん、なるのどな。いよそのそれ音が好きかどうかっていうのはやっぱり別で問題としてやっぱありますからねこの辺は。というのがあるのかなという感じでございます。はい、じゃあ続いての後半の部分なんですけれども、うん、あの今回のテーマはですね、はい、中古で買ってもいい機材と新品買った方がいい機材っていうのがあるよなと。 はい、はい、思いましてそういうテーマでお送りしてみようと思うんですけれどもはいなんかよく聞かれませんかこういうのって聞かれますえどうを考えてますこの辺すごくまあまあいろんな測り方があるので、はい、それが全てではないんですけどうんうんうんなんだろうなうん難しいね も、うん、ともとでこのテーマにしたちょっとっ一個理由というかトリガーがありましてはい、はい、121回のダウトークのでコメント頂い,いてたんですけれども、うん、Windows ユーザーの方であの外部 ADDA がいいなって思っててそこで Mac でしか使えない SymfonyIO を知り合いが安くってくれるけどどう思いますかみたいなうん、うん、のところで、まあ、その答え的には。うん マックでしかドライバーとかユーティリティ動かないんでやめた方がいいですよって思うんですが、うん、まあそういう選択肢とかも考えていくといろいろあるじゃないあの友人が譲ってくれるとかっていうのも含めて、うんうん、でその時にやっぱりいろんな機材が値段,値段上がってるし中古でいいところは中古でもいいじゃんっていうマインドではあるのでその辺ちょっとあの私たちの考えというかをまとめてみたいなっていうところがスタートだったんですよ。確かに横かかにらら流れてくるるるるパターンあああね これ使うみたいなちょっといらないんだけど、うん、みたいなあじゃあちょっとうち引き取りますよみたいなのは結構あるあるなのでまあそういうのはちょ,っと別ちょっと別口っちゃ別口なんですけれども、まあ、新品買った方がいいかなって個人的に思っているのは、うん、あのまあヴィンテージのものとかっていうのは除外してですよ、うん、えっとスピーカーマイクインターフェースうんまあ概むねかなって思ってますねマイクは新品で買えるなら買った方がいいよね そうなんですよ、まあ、その、えっと、理由としてはスピーカーとマイクに関しては理由一緒なんですけども、うん、その入ってくる音と出てくる音って正常かどうかの判断が難しいものに関しては新品買った方が安心かなっていう感じですかね。うん。うん。うんあうん、まあそうかなとは思うわ。ヴィンテージのマイクとかになってくると話は別っていうのはさっき話した通りなんですけど<い>やっぱどんな使われ方してたかわかんないじゃないですかか SN ってこれ正常なんですかとか。 基準がはっきりしないからねそう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 保証も多分ないし、まあ、その頃にはうんあの絶対なんて言うでしょう自分が知ってるやつとか使い慣れ、うん、他のところでよく知ってるとかだったらまた話は変わってくると思うんですけど、うん、そういうのでなければやっぱり新品の方が安心かなっていう気はしますよね、うん、その辺まあねそうだね、うん、特にお値段が高くなっていけばいくほどスピーカーとかどういう使われ方してたか分かんないですからねやっぱり。 うん,、うん、うんというのもあってそれをちょっと個人的にはそう思っておりますというのとあとインターフェースに関しては、うん、まああとドライバー問題が一番でかいかなと思うんですよね。どこまでサポートされてんのかみたいなやつも うん、あったたりりすすするるよね古ぎとそうですね。まあ現行製品とかだったら別にいいかもなとは思うんですけどいすちょっと値段落としコスト落としたいから少し前のモデルでもいいんじゃないみたいなところはやっぱちょっと危険かなと思いますね。う,ーんうんまあ値段と相談っていうのもありますけどね。そうですね。とは言っても安いからといって買っても例えばなんか OS の関係で使えなくなっちゃったりとかしたら、うん、結局二度手間じゃんみたいな。 そうだね、ところになるのではい、はい、ある程度長く使うっていうことを考えるとやっぱり新品の方がいろいろな意味で安心できるのではないかなとは思いますね。う,ーんうん。やっぱあとデジタルものって基本的には新しいものの方がいいじゃんっていうところもありますし。うん。なんでその意図とか意味とかを何もなく普通にその中古でいいやって思うやつ。 ってい,いやつのなんかその切り分けで言ったらデジタルのものなのかアナログのものなのかみたいな感覚が先に来るかなデジタルなものは新しい方がやっぱ正しいというかさよりいい機能がついてたりとかしてたりとかするしそうですねアナログ自体のものはそれそのものに価値がついてるからまあ最初のさっき言ってたそのマイクとかスピーカーの最初のそのなんていうんですかポテンシャルがどうなのかってとこの 物差しっていうのがちょっとまたね気になるは気になるんですがでもそれでもはいねもともとアナログのものって値段が鬼高かったりとかするわけじゃないですかうんそうですね <laughs>、うん、それをなんかある程度こう自分の折り合いにつく金額感で変えるのは結構いいのかなってこれデジタル出るとさなんか結構悲しい結果になりやすいというかあまあとはいってもケ、うんまあ、ケーーススバイケースです、ね、っていうところはありますかねえ、うん、と何を言いたいかというと、うん、例えばちょっと前の 高級ラインの ADDA コンバーターとかだったら、うん、中古でもいいよ、ね、うん戦えるぜ全然今の復旧価格帯の製品と比べてもみたいな、うん、ところはありますねまあ物によて当然よるっていうのはありますがす、ね、ただそこでさっきの,あのシンフォニーじゃないですけれども、うん、あの例えば Mac でしか使えないとか Windows でしか使えないとか、うん、そういうドライバーが絡むものに関してはちゃんと対応確認した方がいいかなっていう気はしますかね。 そうですねそれはそうですねあとはそうですね中古でもいいんじゃないみたいなのが多いですよねうん,うんそうだねだどこに一番重きを置くかだからこの話ってなってくるからそうですね楽器とかも別に僕は中古の楽器とか全然困らないタイプなんで、はい、いや逆に私中古のギターとか好きですうんなんで,でその辺は割とありだよね、うん、って なんか最初から育,育てられている感あるじゃん物によと。これも当然物によるんですけどこ、うん、なれてきている感のギターとか中古でいいものを見つかったりするとすごくなんか幸せかななみたいな思うんですけどねうちも結構そのベース自体とかの話になってくると巡り合わせじゃないですけどこのつながりとかで継承させていただいたりとか。 うん、みたいな形が多いので自分で新品で買ったりとかするやつって、まあ、結局なんだろうな今ジャズベー自分で新品で買ってわって経年でどんどんボロボロになっていきましたみたいなやつがあるからあんま新しいやつがすぐどんどん欲しいって気持ちにあんまり僕はならないタイプなんですよね。とっか引っかえ型じゃないって言ったらいいですか。うん、なんであれはあれでいろんなものを知れる分でいいなっていうふうに思うところもあるんですけどそうですね。うちのの場合合はバランスなんか総合型でで動いてるので <laughs> はあはあはそれをやってると死んでしまうっていうのもあり逆にこう堀田的には、うん、これは新品言っといた方がいいよっていうのはありますうん,、うん、うん個人的にはヘッドホンかなあ、はあああ、ね、やっぱ再,再生機器になっちゃうよね,うんそ,うねそういうものにその終端はなるべく新しい方がいいんじゃないかなっていうそのダメではないけどいう,うんうん まあヘッドホンとかになるとさ、うん、そのえっ、ー、と「ヤクシーにすぐ買える」わかんない分かったことないまあでも結構1個ありえるかなと思うのは、うん、えとヘッドホンとかって、うん、あの買ってみたもののなんか音が好きじゃないから手放しますっていう場合も一定数あるじゃないうんそういうのだったらいいのかなと思うんですよねそのほぼ新古品みたいな。 なるほどね使い込まれてないやつとかだったらワンチャンありかなとは思いますけどねはい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 、うん、確かにね 900ST とかさ、うん、あのよくあるやつ系だとさペタペタになってたりとかしそうだもんねああそうですねあの辺は逆に中古で買う意味があまりない製品かなっていうのもあるよね900とかだとうん、うん、そうだねあとあの57とかさあの辺とかも新品とそこまで価格差がなかったりもするじゃないですか そうもともとが人気だったりとかするとこう値段もそんな下がってないよみたいなふうになるかなっていうふうなのはあるよね。うん、そううですすねね、うん、っていうのはありますか、ね、確かにそうだね。マイクスタンドとかもそうなんじゃないかな。もしかしたら中古で買う人なんていねえかなこんなの。うーん。R のスタンドとかいとない分かんない。うんまあ人によるよね。うん、でもサンドに8000円かけるやつがうーんっていうふうに思う人もいると思うので一応言っとくとその辺もうんあるかもね。そうですね消耗品だからねそうだね。 はい、割と範囲を引的に使るんじゃねえかなっていう気持ちになるんですよ、うん、<laughs> マイクスタンドなんてさ <laughs> 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 でおも、俺は思っちゃうけどねでそのなんか一時期そのね何かの時の話でも出しましたけどグリップのところっていうか締め,つけ締め込むところがそのうちバカになってくるんですよ、はい、なんですけど、うん、カプラーみたいなやつ1個かぼって付け替えのやつ200円ぐらいじゃなかったかなでサクッとなかったことになるので、うん、キュッとまたしっとり締まりますみたいな。 そうですね、うん、まあその辺は逆にあのケチると最終的になんか、えー、とコスト出費が増えるよみたいなものもありますからねそうだねそれはそうだから最初からいいやつ買ってしまった方が総合的にも安かったみたいな場合も全然あるというかそういう経験すごいたくさんしている気はするので、うん、あれですけれどもねなるほどねはい この番組は毎週水曜日の20時に YouTube や各種ポッドキャストプラットフォームで更新しています。また YouTube では本編終了後のこぼれ話からより一歩踏み込んだ内容をお送りするアフターバンを YouTube のメンバーシップ限定コンテンツとして配信しております。はい、その他にもメンバー限定のコンテンツも増やしておりますのでぜひご検討いただければと思います。はい、はい。それでは今回もご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。